ああ、なるほど。こういうのがこう来て。そこ曲がって。うん。いや、すごい。こりゃ、これは大変。北海道の人がすごいわけじゃないんだ。スパイク履いてんだな。スパイク履いてるもん。でもやっぱみんなちょちょちょ歩きしますよね。そう。限界があるの、でもその、ある。ゆっくり歩く。こんだけ凍ってると。でもこれ北海道でも最悪の状況ですよ。凍ってるから。もうちょっと積雪だったらもうちょっとグリップ効くんで。これガーって上がって、そう。ああ、こん中通ってるんですね。こん中通って、中通って、近から出るとか。あれアークスタジオでしたっけ？もうそね、そっちですね。歩くにはでも悪くない気温ですね。まあ、歩いてると、うん。全然帰ってないですよ、もうね。帰りました？実家。あ、本当ですあ、じゃあ日曜から復帰って感じですか？そうそう。うん。うわ、おお。油断する。でもここはないな。安いの。唐揚げは結構行列できる。唐揚げ専門。君勢。君勢か。黒いです。あ、本当ですか。あ、本当だ、本当だ。あ、もう。すげえでけえな。詳しいだ。はい。知ってる人いると散歩が楽しいですよね。教えてもらえる。全部あの色だっけ？あのエルメスみたいな色だっけ？あのオレンジグレードとか観光地によって色違うんじゃないかと思うか。え、どうなんですかね。すげえエルメスっぽいね。っぽいっすね、オレンジの。でもこれ基本カラーですよね。これが基本なんだ。いや、ごめんなさい、俺、うん、でもアッパホテルってやっぱあのイメージあるな。あれできてないんですか、それとも。いや、できてなんかさ、派手な割にさ、結構ひっそりしてない。はい。でも、ずーっと閉まってる。あの白いパーテーションだから。でも、ずっとあるよ、もう1年以上は。いや、あれだったらあの病棟なのかなと思ったんですよ。あー、なるほど。コロナの。ただ、この時期で、わかんないですね。意外と駅ないとことか平気出しますよね、アパホテルね。出る、うん、で、こっち、左ですか。やばい。ちょっと非日常感がでもあるな。これでもまあ六本木一丁目か。六本木一丁目、南北線ですね。
早送りでずっと回すとかの技術はないの、はい、一人の時はあんまりにも何もない、うん、青山霊の中通ってる時とかは早送りにしたりしてますね、うん、編集所編集所、でも初めてばっかりなんでなんかわけがわかんないですまだね、ずっと喋ってる、喋ってないです、あそうでしょ、うん、それはいいわ、ただ誰かがいてくれると話すことがあって、まあね、歩いてても楽しいですね、相当ぶりだっつってるね、5、6年ぶり、いやちょっと記憶あんまり記憶ないですもんね、ここまではね、本当ここ。あ、ビルの中を通って抜けてくるんですか。ここずっと。これ何なんだろうね。ただのライトかな。でかいなと思って。いや、これアンテナとかじゃなさそう。アンテナじゃない。簡単かな。いつもこれなんだろうなと思うんだよな。結構アンテナにしたらさ、ほらパラボラみたいになってない。はいはい。なんか低いですもんね。ライト。でもただのライトってちょっと規模大きいですね。これいつもこれ謎。いつもここで首かしげる、そうそうそう、首かしげて。建物なんか怒られちゃう。はい。すいません。できるなんかあるんか、喫煙所並べだ、喫煙所か、ほらあのここだね、カビが来た、人気レストランかなんかが違いますか、全然違う、あいやいやそうですね、今飲食でも結構それありますね、紙巻き加熱、あの加熱だけよし、ああ紙巻きやつ、はい、煙が出るやつはダメダメ、ああまあそりゃそうだろう、ああいこそはまだまあよしと、もうやめて立ちますよね、7、8年になってすげえな、まだバンバン夢見る吸って起きるっていうまだまだ、まだ、うん、根っこでついた、うん、すごいよねニコチンって、すごい、だって 7,8 年だともう残ったいないですよね体に、ないないない、あホテルに繋がってるんですね、これこのゴルフパートナーのところ、はい、左入っていくと TBS なんだよ、そういう近道なんだよ、えこれ、そうそう、これずっとまっすぐ、あ、ビッグハッター、あ、ちょっと見えますね、あれ TBS、 はぁ、すごいタクシーの運転手そう、タクシーの運転手みたいな道が分かっちゃってるそこになんか結構、日本で結構有数な高い洋食屋があるんだ、筒井っていう、えぇ、ー、あ、洋食屋さん、うん、フレンチとかじゃなくて洋食、洋食屋、ハンバーグ3000円みたいな、あ、いや、まあまあまあしますね、趣味散歩で仕事でも歩いて、そうだ、ね、本かけますねだ2021の12月が平均 1ヶ月平均 7.4 キロだからまあ早い人で1時間半以上歩いてますね、そうだね、だって1時間まあ 6から 6、うんうん、6歩歩きますか、
黙々と歩いて6ぐらいですもんね。そうだね、うん、ちょっとフラフラしてると5だね、うん、5ですよね。